K1、江川祐希、1R1 分50秒で KO 勝利も笑顔なし王者、レオナへの挑戦、見据える。カン・ユンソン、韓国、相手に左右フックの連打で KO 勝利。K1 ワールド GP2023、クフェスタ、6、2023年3月12日、東京、国立代々木競技場第一体育館、で、江川祐希、パワーオブドリーム、ザ・カン・ユンソン、韓国、に 1R1 分50秒で KO 勝利を収めた。会場には江川の兄貴分である第2代 K1 ワールド GP スーパーバンタム級王者でプロボクサーの武井義樹の姿や、現 K1 ワールド GP スーパーフェザー級王者のレオナペタスの姿もある。江川は同階級の王者であるレオナにアピールすることができるのか、注目が集まった。江川は試合開始直後からプレスをかけて缶をコーナーに詰めていく。江川の放ったローキックが缶のローブローに入り試合は一時中断されるも、再開後もすぐさま江川がコーナーに詰め、左右のフックの連打で KO 勝利。1R1 分50秒、あっという間の勝利だった。江川は昨年の4月、大岩龍也、日本、K1 ジム相模オノクレストに判定負けを喫している。その大岩は2023年3月12日の同大会において、国枝裕太、ネバーマインド、9+9+ラボ、を相手に 2R で KO 勝利を挙げている。右のオーバーハンドが国枝の顔面にヒットし、ロープまで体が飛ばされるド派手な結末だった。江川は試合後の会見で、1R は様子を見る予定だった。徐々にトップ選手を倒し、チャンピオンに挑戦できたらと思います、と笑顔はない。一方会場のレオナは笑顔でカメラに手を振った。レオナとしては、自分への挑戦は大きい。